おはようございます。綺麗ですね、空が。行きましょう。お久しぶりです。お久しぶりです。行きましょうか。行きましょう。これに乗ってきます。ちょっと気持ちいいね、朝一。ほら、めちゃくちゃ綺麗今日かっこいいね、サングラス行きましょう。1年ぶりだね、前58連れた子で58、5210月だって。そうだった。さあ、スイッチをオンにしましょう、ナビを入れて行きましょう。さあ、朝一、あそこに鳥がいますね。ってことはベイトがいると思うんですよね。そこにちょっと何の鳥か分かんないけど、ここベイトが溜まってるんで、そこを投げれば、巻きで行こうかな。巻きでウィードも残ってるね、結構ね。はい、朝一ね、鳥が群れてたところ、鳥が群れてたということはベイトがいるっていうところで、巻きで行こうか。サイム、どうしよう、何投げよう。朝巻きで。巻きで行こうか、朝一ね。じゃあちょっと自分はスピンベイトで、この水深が 0.9 メートルか1メーターのところでウィードの上を引いてくる。でデカバスが潜んでたら一気にドカンと出ると思うんで。今回ちょっと初めて買ったこのね、スピニング対応マイクロワイヤーベイト、このアラバマっぽい感じのこの4連発でちょっと攻めていこうかな。1投目センマ何投げるの。ミノー。ミノーだね。オッケー。コトカス。ああ、それね、生き残り最後の1個だから紛失しないでね。コトカスミディアム最後の1個もう最後1個しかない。これ廃盤なの。売っとるけど買えないの。はい、これですよ。じゃあ1投目投げていきましょう。もうね、今6時10分ぐらいかな、朝の。完全に俺は来ると思うよ。はい、 1.4 メーターライン、ウィードの真上を流していきます。朝一はミノ投げてる、釣ってね。ちょっと朝一巻きに反応なかったんで、このスパイロン、買ったばっかりのスパイロンを使っていこうと思います。これでデカバスがギル系ワームのフォールで食うんじゃねえかなと。ねっとりね、ちまちまと攻めていこうかな。スパイロン脳進化です。ちょっと結構このシャローカヤも結構今来るからね。バスはね、シャローにおるからね。この辺も全部でかいの入るよね。入る入る。結構でかいのこう来るんで。おいおいおい、オッケー。お、食ったな。でもスパイロン来たな。よし、ゆっくり引きを楽しんでナイスフィッシュ。ナイスフィッシュ。今日本日初フィッシュ。初フィッシュ。さっきからバレとったん、これが当たっとったん。ああ、そういうことやな。だからなかなかたまたまね、食ってくれたけど、ありがとう。よっしゃ、でかいのはいるね。うん、結構でかいの刺してきてるんで、まあ、小バスが1匹釣れましたけど、ちょっとでかいスパイロンででかいの取るよ。ちょんちょんが当たるんだけどね。うん、ちっちゃすぎて食わへん、バスが。でかいのが刺してくるタイミングかな。やっぱまあでかバスやっぱシャローにおるぞだよねこれ結果今日も多分そうなると思うよ釣れるといいね。ちっちゃい当たりはあるよね、お互い。ただちっちゃいんだよね、でかいのが刺してくるかどうか。それだけだね。それだけ。あ、結構水も、ちょっと水が泡立ってるから水は良くない。で、あのお店の人に聞いたら、ここんとこ調子最悪だって釣れてないんだって。ここんとこ厳しい、厳しい、ね、超厳しいって。でも諦めずやろう。諦めず、うん、粘るよ。まだ始まったばっかだ。はい、ちょっといろいろワーム変えながらやってってます。今度はスタッガーワイド、このギル系、結構ブルギルが足元いるんで、このギルを食いに来てるデカバス、それの回遊待ち。結構魚が溜まってるんですよね、今日鳥がいっぱいいるみたいで。でかいのいるね、間違いなくね。全部でかいのいる。ここバスはね、群れで行動しとるでね。ああ、さっき50のスクールおったしね、来てるよ今日。うん、シャロン流れとる。これだからこの1週間結構渋かったの、ここの界隈。
今来てる。来てるかな。来てる。結構でかいの出るよね、ここ。釣れる日じゃないじゃん。うん。結構刺してきてるっていうか、もうそれしかないもんね。うん、来た。よしよしよし、ナイスナイス。どう？来た？ちっちゃいか。え、でかい。ナイスナイス。お。おお、いいよ、でかいじゃん。おお、ちょっと待って。よし。ナイスナイスナイス。こっちこっちこっち。いいサイズ来た。あげてあげてあげて。うわ。イモリッパー。全部。イモリッパー来た。これ、ほら、イモリッパー。やっぱりちょっと遅めのがいいわ。どういうこと？合わせるのか。飲ませてから。うん、やっぱ活性低いから、俺もそうだったからね。うん。うん、まあ30弱。弱や。よ。います。オッケー。今釣れたのはね、ちょっとあそこのウィードが浮いてるところ、水草が立ってるとこ、あそこの縦に落として。バグだね。バグだったね。来てるよ、でかい。下げちゃったんだけど。いや、まだ使えるよ。うん。イモリッパーの尻尾が切れても釣れたね。そうだね。なんかもう山線香状態なの。山線香だね、これ。おう。太い、ちょっと太い山線香。山線香やね。ファット山線香みたい。来た？来た？合わせ合わせ！来とる？ちっちゃいの。コンって。食わないね。ああ、魚がちっちゃいか。そこのタチウィードの中で結構。でかいの入ってねえかなって今探ってますね、二人。どう？やっぱりこう、長めのね、ワームをね、うん、ウィードに絡ませながら、遊ばせながら引っ張ってくる。うん、大体それ釣れるね、大体。うん、遊ばせなダメ、ワームを。絡ませながら遊ばせて。引っ張ってくるとガツンとくるんだね、これ。食った？でかい！あ、バレた。でかかった。おるおる。よしよしよし。おる。あ、バレたな。でかかった今。いや、多分さっきと同じぐらいじゃないか。30。ちょっとポイント10メーター移動したら食ったね。あ、やっぱウィートの面だよ。あ、これね、トリゴルとかね、ベイトがついてるね、これ。釣れるんじゃないかな、これ。うん、朝一マノ気になるな。うん、ちょっと間の様子見て、うん、そうだね、はい、まあそこで探ってみて、投げなきゃ始まんねえな、やっぱり海の際で攻めないと、うん、小さいあたりも結構今入ってるから、うん、いるよね、そこいる、いる、 でかいのでかいのがいる、多分出ると思うんだけど、はい、開始4時間、10時過ぎになりましたけどね、でもあれだよね、結構このシャロー界も口使うパス多いよね、まあ口使ってくれれば一発なんだけどね、これなかなか今日やる気のあるバスに出会えないね、今日私は、うん、結構食いっ気のあるやつも結構来てるから、でもこれマットの辺がいいんじゃないかな、ここベイトを待ってるからね、口使うバスが、その辺やっぱ狙っていかないと俺たちはでかいの釣れないよ、でもでかいのやっぱ来てるね、この辺やっぱこのラインだよ、うん、横のライン大事だから結構何回ともに5分攻めていかないと、でかいの入るよね、この界隈でかいの結構来るよね、でかいの来るね、うん、結構口使うバスはやっぱりね、シャローだね、やっぱりもうちょっと言いましょうか、あの界隈結構でかいの結構入るとき入るよね、食ったらでかいよね、あそこは、あの辺はね、でかいね、うん、でもあそこのさ、縦のストラクチャー、うん、うん、あの縦ライン結構ついてるの、バス朝のあれ結構ね、反応あったから、あ、これ結構でかいの入るよ、そっちに切り替えようか、じゃあ、うん、でかいの選ぶ、結構でかいの入るとこあるから、この縦のストラクチャー結構でかいの見たよね、あらばっくりの、あらがバグってしたやつ、なんで今日口使わねえんだろうね、朝使ったんだよ、うん、まあその水の水温、うん、水温といろんな絡みがあるんだね、水が結構悪いね、今日死んでるからね、水が待ってたね、今日水がね、うん、泡も出てるし、こうやって、まあみんな見てわかるんだけど、こうやってやって、泡が残ってるでしょ、水が死んでんだよね、今日、うん、やっぱり、この1週間ずっと口つかないから、
まあそしたらもう使わせるしかないね、こっちから口を使わせるしかない。やっぱりスイッチ入れるための何か、ね、何かポテンシャルがいる、ね。この辺が結構やる気のあるバスが少ないから、うん、湧き水、うん、今であれだな、湧き水絡みじゃなくて口使わねえよ。なるほどね、湧き水界隈ちょっとアピールの高いような色のカラーのワンモチューした方がいいんじゃないかな。もうそういうものここ水質全部悪いから、こうやってやってね、水死んでるわけだから、湧き水絡み出ないと口つかない、うん、これはちょっと一回沖水流れ通ってるとこちょっと沖まで飛ばそうかな、うん、少しチャンネルライン界隈結構攻めてね、この水通ってるとこがいいかもしれない。口とにかくつかない今日。でもあそこの水、あこう水色違うじゃん、あれ見え、わかる、わかるよ、うん、なんかあっこ湧き水結構ある、湧き水出てるから、うん、塩があそこ水がいいんだよね、まあ、流れ込みとかそういうとこは結構釣れるからね、うん、ああいうとこはやっぱり口使うバスがいるんじゃないかな。湧き水海外でないと使わないよ口は今この状態だと。あそこ湧き水出てる可能性ある、色が違うからね。ちょっと移動してみようかじゃあ、うん、あそこだ、寝ちまうっちゃね、やっぱり釣りに対してまだまだ甘いっていうか、ワンチャンス、寝てる暇があったら投げる。来た、来た、おお、すごいちっちゃいわ、え、すごいちっちゃいわ、おいおいおいわ今年最小じゃない4インチ山線香と同サイズとてもキュートな、キュート、ね、バリキュートいや、これはないわ、ワームと同じぐらいしかないね、これ今年最小だね、おめでとうオールやん、バス渋いね、今日は、まあ、こういうのもだけど釣りだからね、これだからラストチャンスにかけようよ、これ でかいのが入ってるポイントいかなきゃ釣れないし、なかなか今日口使うバスが少ないから、うん、これじゃちょっと難しいね、釣るとしてはね、だからでかいのが刺してくるタイミングがあるから、なるほど、うん、さっきあの青山あたりとかね、あのマナモとか触ってみたんだけど、ちょっとまだ食いがね来ないから、今日は水が悪いね、だいぶ、うん、水がもう死んじゃってる、こんな感じで、いや、泡立ってる、泡がもうひどいからね、ただデカバスいるのはいるんだって、絶対。なるほど、どっかにいるんだって、それ取れるまでちょっと帰れない、探さなきゃいけない、ああ、ちょっとハリーシュリンプちょっと投げたり、こういうビハードでやってるんだけど、なかなか口使うのがいない、なるほどね、ここラストチャンスでやっぱり朝一バイトがあったところかけるしかないんじゃないかな、行ってみるか、最後のチャンスだ、もう俺そこにかけたいな今日は、あと1時間しかない、待ってるだけじゃそこないからね、こっちから行かなきゃ、デカバスね、でももう最後よ、ラストチャンスだねこれ、あと1時間、お前何ですか、うわワームは、いやまあ俺はどうしようかな、まあ今ついとるこの山線香で今日締めようかな、どうやったら取れるかな最後、まあやばいけどこれ、まあ朝当たりがあったから、ここがでかいの必ず刺してきているんだよ、いや絶対いるんだよねこれ、今刺してくタイミングになってるから、来てんな来てん、来てんな来てん、うん、だから口使うやつかどうかってところ、いや、あとやる気のあるバスが今日ちょっと少ないやつかな、そこだね、今日は口使うやつが今入ってるかどうかっていうところだね、いるな、いるな、絶対でかいの入ってるかな、もう全部頼むな、ラスト入ってるよ、うん、いいとこしてはい、シンプルもうきつい、どうした、やるしかない、最後の賭けに出たな、これしかないって。
そうとそれひっくり返ったね。いやこれなんかチャンスの合図かもしれない。これでやるしかない。もうこれしかない。これでやるしかない。何やなけどもくっつかないな。だったら。最後はどうしゃろうとこれね海外攻めて頭あると2時間これ勝負やねこれ。いやしかないね。来てるの来てるのは来てるって。来てるね来てるんだけど、ね、絶対いるってです。でかいのはこう入ってるから入ってる、ね、それ取れるかどうかってもう賭けみたいなもんだな。ドロー。ああ最後のまま何ですか。もう今日は最後はこれ通すわ。やませんか、ね、ごめんちゃいませんか。ラストチャンスよこれ。もうやるしかない。やるしかない。あと1時間最後に来るんじゃないかなこれ。この回は入ってるのは入ってるから絶対絶対入ってる、うん、でかいの入るから58、68出てるからここ来るのは来てる。よし、あとは釣るだけや。ああ反応はないけどもうワンチャンにかけとるからこっちはもう最後のワンチャンにかけとる。取るしかないよね。取るしかない。もうこの際小さいのいらんの。うん。デカバスだけや。狙うなデカバスだけや。口を使うデカバスだけ。結構反応がないんだけど。藻があるってウィードは結構入ってる。うん。でここ結構こうえぐれてるブレークラインになってるんで。そこ界隈ウィード絡み界隈その辺結構触ってけや結構出るんじゃないかな。もう丹念の勝負だよね。こうなったら出るか出ないかの。結構こういう渋いとか結構シャローに入ったことあるから沖で口つかない魚結構シャローで盛んにね捕食してたりするのあるんだよ。はいシャロー効くだよ。先導釣れそう。入っとる分からんけど。うんシャローかやあの沼の間とか、はい、あそこ結構入ってる今木の中はめちゃっても思いっきり。でも食った食ったね今結構でかいね今のは。チャンスチャンスだよチャンスチャンス最後最後やっぱシャローだね。シャロー刺してきてる今あそこの口がでもでかいの食った。確かこれ水変わったね。どうどうさっき水がだいぶいいよ。動いてる水が動いてるだいぶ変わったね。あこれライン入ってるよね。入ってる入ってる水変わってるよね今変わってるから、ね、動いてるからさっきのが断然水がいいよ、ね、うん沖からだいぶいいな水が来てるな。沖から結構離岸流入ってるだからあっこかのラインからバス来ることある。なるほどね、うん、今までいなかったポイントにシャローに飯食いに間違いなく水はだいぶ来てるだこれ。いい水がだいぶ来てるベイトに関してはさ、うん、ハスの追い食いだから今の時期はハスが、なるほどね、来てるのを産卵控えたハスをでかいの食いに来るってパターン。なるほどそこはめたいんだ。でも今日一番水がいいよ今日は。変わったね水流れが。確認してみてよ高橋君触って、うん、水がいいからだいぶ今でかいの寄ってきてるよね今。寄ってきてるね。天気見て天気も曇りで条件整ってるんだけどね、うん、あと取るだけよ。それどう反応、まあ、よくないね。
取って。取って。安心したよ。今日ミノを投げたりね、あの食いの絵はもういろんなもんチョイスしてキャスティングしてんだけど、全然うまくはないっていう状況だよね。渋いね。まあやることだけやって帰るだけだと思う。釣るやっぱりやるんだったらでかいの俺たちも取りたいし、取らざるを得ない。クランクで巻くもよし、まあ俺はミノを巻いてこないけど、追い食いしてくることある。強い答えは絶対だから。でシャローにいるのは絶対強いやつが多いから。取る取らないっていうのは、まあ、運もあるし、取れなくてもいいわけで、やるっていうことが重要だから、1時間ちょっと、もう1時間切ってるね。よし、取ったな。よし、してたの。最後の最後で今回も来たな。ありがとう。でもけど、なんか釣れないよ。もうタイムアップの時間だよこれ。でかいのがいるのはいるは感じたよね。さっき惜しかったね一個。あ、まあ50アップだと思う、バラしたのね。でかいわ。バラしたのうんうんって言っても始まらないから。でかいの取れる？まあ、次回持ち越そうかなと思って、まあ、こういう日もあるけど。今日状態どう？もうあと5分で帰るけど。いや、まあ、こういう日もあるんじゃない？魚がやっぱ口使うタイミングに俺らはめられなかったんだよね。まあ最後でも釣れてよかったじゃない。まあ一発は出たけど、あれでちょっと安心したの。まあでも毎回予約厳しいね本当。まあ、俺らのね腕でやってこれだからね。甘かないってのがあって。まあでもバスはねまだ釣れるから11月でも。ね、まあ年中オールシーズンできるもんだからね、バス釣りっていうのは。あ、子供たちも楽しんでもらえればいいと思うし。そうだね。いや、ゴーグレンスパンで考えたら、まあ、釣れない日もあっておかしくないと。やっぱでも釣る釣らなくっていうのも挑戦することだよね、俺らは。そういうことなんだよね。でかいのが出るか、球児が出るか、いろいろあるよ。まあ、釣れなくてもいいんだけどね。サイズがまあ問わず今日も狙ったけど。そうだね、甘かないっての分かったよ。リ
琵琶湖は甘くないよ。いや、ただこういう11月の季節になってくるとやっぱりその水質がやっぱり、変わるタイミング、そうだね、やっぱ秋、そして晩秋、冬になっていくっていう、その流れの中でやっぱり釣れない時期っていうのもあるんだけど、だけどそこで、だけど自分がね、そこでどうのこうのって言ったらダメだし、そうだね、そこでやっぱり取っていかないと、あの言い訳はしたくないしね。石方ね、お疲れ様。ああ、石君、どうした。まあ俺らまだまだってことやな、これ。まあ琵琶湖の広大な広さに、まあ琵琶湖来とるうちに入らへんで、こんなもん月に2回3回来ても。まあ俺らが負けたってことだ今回は。そうやな、琵琶湖に負けたわ今日は。乾杯やな今日は。やるってことも大事でもあるし、そうやな、やりきることも大事やからな。仕事にしても釣りにしてもやりきれないやつはダメや。やるっていうのがやっぱりうまくいく、いかないんじゃないんだよね。そうやな、俺らが言いたいのは、まあ結果が全てないから、やったかどうかだよね、結局100億年スパンで考えたら。そういうことや。ああ。まだまだや。今回ただ俺たち負けたよ今回は。乾杯や今日は。リベンジするわ。またまだリベンジだな。ああ。今シーズンまだあるかな。ああ、まだまだあるで。終わりやろ、バスシーズン。ああまだあるか。帰るよ。まだまだやれ。いや、これやっぱり偉大だわ。ああ、また会おうぜ。